い、ということでね、今日はね、見てください、ビーチにね、やってきました。あー、楽しい、最高だね。うん、で、今日はね、何をするかというと、マキ、こっち来て、このね、船に乗ってね、遊びに行きたいと思います。遊びましょう。よし、行くぞ。おー、どこに行くんだろう、楽しみ。お、かなりね、沖まで来ました、沖の方まで来たぞ。うん、泳いじゃおっかな。おー、楽しみ。まあ確かにすごいね、水は綺麗だけど、ちょっとサメとかがいたら怖いな。おお、確かに、これ楽しいね。うん、まあでも楽しいな、はあ、すごいな。綺麗だね、いいとこ来たね。うん、今日は最高だ。ん、あれあれあれ、なんか天気が悪くなってきたんだけども。あ、本当だね、けどきっとすぐ天気良くなるでしょ。うん、大丈夫かなこれ。うぅ、あれ、無人島に遭難しちゃったぞ、雷が落ちて。あれれれれ、でも、なんとか無事だったね。よかったよかった、あ、よかったよ、無事でよかった。とにかく無事が一番。うん、おぉ、無人島だ。あれ、待って、マイキー、どうしたの、どうしたの、マイキー、ちょっと待って、無事でよかったよ。んマイキー、マイキーの足と手が、え、腕だ、腕と足がなくなっちゃった。え、そんな、マイキーが、待って、マイキー、仕方ない、マイキー、僕たちはね、しょうがない、生き残るしかありません。うん、今からちょっとね、このね、無人島に僕たちは漂着したんだと思うんだけれども、雨風をね、しのぐね、シェルターをまずね、作りたいと思います。葉っぱと丸太をね、3個ずつ集めてシェルターを作ります。うん、わかった、シェルターを作ろう。もう、マイキー、大丈夫？うん、とりあえずマイキー、葉っぱと丸太を探すぞ。探す？どこだ？ないかな？葉っぱ、葉っぱ。あ、あった、葉っぱ1個発見したぞ、これ。うん、ナイス。探そう。あ、丸太発見。丸太ありました。これです。葉っぱ。よし、回収。あ、丸太発見したぞ。ナイスナイス。回収します。もっとないかな。お、葉っぱあるね。あったあった、葉っぱだ。よし、あと丸太かな。あ、よし、見つけたぞ。丸太だ。あったあった。よし。夜だ。暗いね。真っ暗だ。炎をね、つけたいんだけれどもね、キャンプファイヤーに。そうだね。確か、ナンパしたあの船の中にね、フレアガンがあったす。船に行ってね。おう。フレアガンでね、火をつけよう。そうしよう。行くぞ。ちょっと、暗くてよく見えないけれどもね。フレアガン。あるよ。あるかな。お、待った。これじゃない？ありました。お、ナイス。フレアガン発見。よし、フレアガンで火をつけるぞ。よーし、明るいし、あったかい、最高じゃん。うん、まあただなんかね、うん、なんか誰かに見られてる気がするんだよな。そんなわけないじゃん、ここは無人島だよ。誰かいるわけないじゃん、誰かに見られてるわけないよ。まあそうなんだけど、ん、快適だね。おお、ちょちょちょ、また何、なんか誰かが追いかけてきたぞ。誰、やっぱり誰かに見られたんだ、マキ。誰マキ、こっち。マキ、船に逃げろ、船に。船に。こっち来て、マキ。わかった。こっち。待て。大丈夫？追われてる。のぞかれてる。この船に逃げるんだ、僕たちの。大丈夫かな？あ、マキ、早く。わ、すごい追われてる。わ。早く。こっち。はは、待て。おぉ、なんとか逃げられた。大丈夫？あれ？なんか、水の中に入ったら、あの人追ってこなくなったけれども。なんでだろう、あの人もしかして水が怖いとかかな。とにかく逃げられてよかった。うん、朝だ。朝になった。一体何だったんだ、お腹空いたな。そうだね、まあとりあえず襲撃者はね、あれから襲ってきてないけれど、お腹が空きました。なんか食べれそうなものを探しましょう。そうだね、なんかあれかな。あ、またマキ、これ見て、ここに木の実があるぞ。お、取れるかな。おお、取れた。よーし。ナイス。うん。よーし。フルーツだ。見て、フルーツ。食べよっか。うん、トゲトゲのフルーツだな。よし、食べよう。美味しいんじゃない？美味しいじゃん。うん。まあ、そうだね。意外と美味しいね。意外と美味しいな。最高最高。いい島じゃん。いいね。意外と美味しいぞ。いいね。ん？
待って待って、まずいかもしれない。なんで？美味しいよ。どうしたの？もしかしたらね、腐ってるフルーツがあったかもしれないから気をつけて。マキ大丈夫？腐ったの食べてない？え？どうだろう、わかんない。食べちゃった。な、まあ大丈夫かな。もしかしたらこのどっちかが、あれあれ？ん？あれ？待って待って、ダメージ食らったぞ。やっぱ腐ってるの食べちゃったの僕たち。まあしょうがないか。腐ってたの？うん。うん？あれ？なんだ？またまたまた雨が降ってきたぞ。まずいまずい、待て大丈夫。炎が消えちゃうよ。炎が消えちゃう、消えちゃう、消えちゃう。確かに。どうしたらいいんだ？か、傘があって船に。炎を雨から守ろう。そうだね、行こう。炎を守んなきゃ。炎が消えたら大変だ。あの傘取れるかな。傘取れるか。取って取って。よし、取れたぞ傘。ナイス。おおおお、ちょっと待って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 、まずまずまずい。傘を設置してさ、うん、炎が消えずに済むかなと思ったら燃えちゃった。雷が落ちて、ああ、まあただ傘が燃えたおかげで炎はねしばらくもなんか消えずに済みそうだな。うん、よかったよかった。うん、よかったよかった。おお、え、何、雷が落ちたんだけれども。またはまたやられた。待て、ちょっと待って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 、さっきのさ雷雨雷とかでさ、僕たちのね船は完全に壊されちゃったらしいぞ。沈没したらしい。え、そんな、僕たちもこの島から一生出れないとか。ああもしかしたらね。どうしたの？待って待って、マキマキ、また襲撃者が来たぞ。襲撃者だ。まずい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 、まずいじゃん。マキ、こっちこっち来て、こっち来て。腰ね、岩のねちっちゃい島があるんでね、離れ小島みたいなところ。あ、トラップが仕掛けてあるから気をつけないといけないな、これ。よし、とりあえず水に入っていく。おお、やっぱ水に入るとね、あの人はね襲ってこないんだよな。よしよしよし、この岩に隠れるぞ。あ、あの人やっぱ水が怖いんだ。やっぱそうだったのね。うん、まあこの人水が怖いのかな。やっぱ来ないね。いや、ちょっと待った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 。マキ、あの人水が怖いんじゃなくて、サメを警戒して水に入ってこなかっただけじゃない？嘘、サメがいるんだけれども、この海域。え、まずいじゃん。しかも、まずいぞ。あの人なんか僕たちのシェルターに向かっていったんだけれども。嘘、待って、食べ物とか盗まれちゃうぞ、マキ。阻止しよう、阻止しよう。阻止しよう。とりあえずね、水に入るとサメに襲われてしまうから、水に落ちないように、このね、障害物のようにこうやって歩いていく。気をつけよう。よし。よし。水に落ちないように。よしよし、なんとか怒れたぞ。ナイス、行くぞ行くぞ。おっ、マキ、よし、ふう、捕まえた。待て、捕まえたよ。マキが捕まえたぞ。やったやった、捕まえた捕まえた。やった、襲撃者を捕まえた。これでね、もう僕たちのことを攻撃することができないぞ。うん、ちょっと待って、なんかね、この人ね、このね島の地図を持ってるぞ。しかもなんかこの人はね、島のどっかにね隠れ家があるらしい。え、なんかね、岩でね入り口が隠されてるらしいんだけれどもさ、ちょっとこの人のさ隠し部屋、この人のさ隠れ家行ってみようよ。探そう探そう、どこにあるんだ。岩の下にあるからね、入り口が岩で隠されてるらしいから岩をね探そう。分かった。怪しそうな岩はないかな。あ、いた。待って待って、トラップが仕掛けてあるから気をつけた方がいいな、これ。気をつけなきゃ。これは、この岩は違う違うか。あの人の隠れ家になんかありそうだよね。うん、なんかあるといいんだけれども。もしかしたらさ、この島からさ脱出するための手がかりがあるかもしれないぞ。うん、どこだどこだ、岩を探す岩。この岩とかは、この岩普通じゃない。おお、待って、これ見て。え、はっ、この岩だったんだ。うん、中行こう。行くぞ。おお、トラップが仕掛けてあるから気をつけないと。気をつけよ。おお、たたたたた、なんか痛いぞ。おお、この先何があるんだろう。中に入っていこう。何かあるといいな。ん、うーん、ただなんもないね。なんかなんもないのか、せっかく来たのに。ん、待て、この人もう遭難者なんだ。この人は遭難者に数を数えてるぞ。そしてマッキー、これ見て、これこれこれ、この絵。何これ。これはね、この島にある素材だけでボートを作る方法だ。おお、よし、ということでね、この人のね家からね、このね島にある素材だけを使ってねボートを作れることが判明したぞ。ボート使って脱出しよっか。うん、よし、ボート作って脱出するぞ。とりあえず草と木とヤシの木の葉っぱを探そう。探そう探そう。お、あったあった。まず葉っぱを発見。うんうん、あとは木材を発見したいな。あ、待った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 、ヤシの木の葉っぱがあるぞ、これ。お、ナイスナイスナイス。
よし。あとはね、木材を探したら終わりです。オッケーです。木材どこだ。木材を探しましょう。使えそうな木材はないかな。あったあった。どう、あったあったあった。取れたかな。よし、取った取った取った。よし、ナイス。おお、やったぞ。やった、フォートが完成した。脱出しよう。もっとしよう。な、まあ、たださ、ところでなんだけれども、僕たちのことを襲撃してきたさ人どうする。連れてく。え、どうしよう。あの人も僕たちみたいに遭難しちゃったんだよね。かわいそうだから連れてってあげようよ。オッケー、まあ、連れてってあげましょう。よし、この人もね、ボートに、ね、乗せたぞ。ただ襲う危険だからね。確かに。うん、こんな感じで連れて行きましょう。大丈夫かな、襲ってこないよね。連れてって危険じゃないかな。まあ大丈夫かな。ってことで、この島からね、脱出します。ちょっと不安だな。問題3人で来たけど大丈夫かな。帰れるといいんだけど。うん、あ、あ、サメが襲ってきた。サメだ。ちょっと待って。あ、来た、助けてくれたぞこの人。今日倒してくれた。うん、あ、あ、連れてきてよかった。ありがとう。おお、ありがとう。よかった。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく。よろしくね。